こんにちは、助産院バブバブ助産師の下子です。はい、私は12人の子どもたちのお母さんなんですけども、はい、12人産みましたけども、12人産んで良かったこと、まあやめとったらよかったっていうことも実はいっぱいあるんですけど、まあちょっとそれこっちに置いといて、まあ、12人産んで良かったなーっていうポジティブなね、はい、思ってることをね、皆さんにちょっとお伝えしようかなと思って今日はお話しさせていただきます。頑張らんでええです、適当でええです。 You get my life color, you get my life color, 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 you give my life color.12人もね、まず産むと思ってませんでしたし、もともと私5人ぐらいは欲しかったんですね。まあ子供好きやし、楽しい、なんかもう賑やかな家庭にしたかったから、まあ、5人ぐらいは欲しかったなというのはあったんですよ。でも5人目の時に周りの友達とかに、5人とかでは産まれへんのんちゃう、もう1ですとかなったらどうする、そんなことあるわけないやんとか言ってたんですけど、なんかそんな なってしまいましたねはい、もうなんかね、7人目8人目ぐらいからもう一緒かなみたいになっちゃって、はい、どんどん増えていったっていうことがあったんですけど、まさか自分がね1ダースも産むとは思ってもいませんでしたけども、まあ、結果としてこんな風になっちゃったんですけどもね、まあ、なっちゃったって言ったらちょっと語弊があるんですけども、まあ、12人とも私実はなんかできちゃったっていう子は1人もいなくて、12人とも欲しいって自分が思って自ら望んで来てくれた子どもたちなんですよ。無責任にね、こう無計画に作った子どもたちではないので、まあ、そこら辺は自分の中でもすごい自信があるというかね、きっちり考えた上で12人にしたので、そこはもうどっからでもかかってこいっていう感じなんですけどもね、まあ、12人いてよくね、なんか子だくさんのママたちがどんなことが子だくさんでいいですかっていう話をするときに、まあ、皆さんやっぱりこう子どもたちにとってっていうことをよく話されるんですね。まあ、綺麗にまとめてることが多くって、まあね、子ども子だくさんであればこう子どもたちの中に社会ができて、こう協調性が育まれるとかね、で子どもたちが悲しいことがあったときとも兄弟同士でこう分かち合うことができるとかね、あ、なんか美しい綺麗な話だなみたいなこといろいろあるんですけど、まあ、それも今日はちょっと置いといて、私がにとってラッキーやったっていうすごい私本位の話をしたいなというふうに思います。はい、まあ、まずね、大家族でこれも楽しいことを話すんですけど、まずまあちょっと大変なやったことも話しますけど、おむつもうなんか育てても育てても育てても、なんか私今子育て歴24年になるんですけど、24歳初産で46歳が最後で、子育て歴は24年もう四半世紀を過ぎてるんですけど、あれ、なんか育てても育てても育ててもずっとおむつ買ってる永遠におむつ買ってる24年間まだ今も現在進行形なんですよね。あれ、 なんでこんなずっと、あれ、時代は流れていってるはずなのにずっとおむつ買ってる。あれ、なんかずっと育て続けてるのに今もまたなんか1歳児がいる。え、デジャブみたいななってますよ。おむつ買い続けて、これもう、ね、冷静に考えて一体今までに何パック買ったんやろうなとか思ったら、これ費用もどれぐらい使ったでしょうね、お金ね、おむつにね。いや、もしかしたらちょっとしたら車買えるぐらいおむつ代に費やしてんちゃう、怖ーとか思いますけどね。はい、まあそんな状態で、まあなんかもうイヤイヤ期も離乳食も反抗期も何もかもが、これなんかちょっと前に見た気がする、あ、また繰り返されてる、あれ、なんか私だけこう時空が曲がってて、その中に私こうなんか迷い込んで、その中をこうそこから出ることがなく、その同じ時空の中をこうぐる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 一人だけこう回り続けてて、なんか先に進めない状態、やっぱデジャブやんかみたいななってますね。それもイヤイヤ期とか前にも経験したよなっていうか、この経験したよなっていう感じ10回以上みたいなそんなことになってて、ランドセルなんてもうほんまに11個買いましたからねもう全職制覇みたいな、そんな勢いですけどね。第1第2子の頃はもうね、ランドセルで6食7食ぐらいしか展開なかったですけどね、今はもうものすごいありますけどね。あれ、全部 全職制覇しようかなと思ったら、多分あと20人ぐらい産まなあかんのかなと思いますけど、まあもうとにかくランドセルも11個も買うっていうね。で、高校受験もそうですよ。この間やっと終わった、受験終わったと思ったら、あれ、
なんでか知らんけどまた受験生がいるみたいな、ずっと繰り返されていって、もういつ寝たら終わんねんみたいな、やっぱデジャブやんみたいなことになってるんですけどもね。でまあね、こんだけ子供いたら悲しいこともいっぱい実際あったし、苦労してもあん時ああやったらよかったなって、あん時失敗やったなとか、いろいろが曲折やっぱあるしね、あの苦労いろいろしてきてますか、うん。でもね、今すごい12人産んで育ててきて思うのはね、その渦中の時の苦しみっていうのはそないに長くは続かんのですよ。その時はもう終わりや、もう死んだ方がマシやとかなるんですよ。それこそね、私はデジャブやってるけど、まあ、通常こう時間は流れていってるんでね、で今置かれてる状況ってそのままずっと同じっていうのはないわけですよ。風邪ひいても絶対治るし、で元気と思ったらまた病気したりとかって状況はずっとこう変わっていくわけですよね。だから今のこの苦しい状況、渦中の苦しみは長くは続かないと。これ時間が自然に風化していくこともあればね、でこんだけ子供いたらね、その問題勃発ってなってるところにさらにもっと大きな問題が振りかくのこう追い重なってきて重なってくることとかもあるんですよ。ほなもうそっちの問題の方がでかいから、えどうするそれみたいになってて、っていうかさっきまでのあの問題はどうなった、もういっかみたいな、何も解決してないけどなんか流れていくみたいなね、そんなこととかもあったりとかして、全てのいろいろ起きてくることってね、過ぎ去ってみればね、まあ大した話じゃないんですわ。その時すごい苦しかったとしてもね、数ヶ月経ったらね、うわこのコンビニスイーツめっちゃ美味しい、幸せとか思ってますしね、はい、食べるのが美味しいなって思えてる時点でもう幸せやと思いますしね、はい、もう永遠じゃないですよその苦しみって、何に対してもっていうことをこの12人の子育ての中で私は経験してきたわけですよ。なのでまあ何が起きてるけど、まあいけるやろと、はい、そんな感じで今はもうそれが断言できるよね。この苦しみは永遠に続かんぞということはね、この今のママたちにもね話したいなってすごい思いますね。例えばですね、うちの子、まあ、いろんな子がいてね、あの不登校になってですよ、数年間部屋にこもってね、お風呂も入らずご飯も食べず激痩せして、もうどうなることかと思う数年を過ごしたことが私過去にありました。もうその時はもうほんまにもう胸がえぐられるような気持ちやったんですけどね、その子が今どうなってるかっていうとね、将来やりたい職業を見つけてね、まあ大学生活まあ謳歌してる、今楽しいって言ったらもう人生最高って言ってますよねあんた変わったなみたいな、はい。だからあの数年前のあの不登校の大変やった時期っていうのが嘘みたいに今自分の人生を謳歌して、将来やりたいことに向かってすごい進んでる、その姿を見たら、ああいう苦しみってそのまま永遠に続くわけではないんやっていうのやっぱり実体験として経験しましたしね。中にはもう一人、うつ病になってね、結構重度のうつ病になっちゃって、そのままね長期で精神科病棟に入院した子がいたんですよ。その時もね、もうほんまに身を削られるような思いでしたよ。その子の命、このまま生きていけるんだろうか、うつ病だからね、いきなりこの辺から死んじゃおうってなんか思うみたいなんですよ。でそれを気がついたらもう行動にしやっちゃって、あやっちゃったみたいな、これがうつ病、病気なんですよね。でそういう感じだったから、もういつ何時自分の命をこう自害してしまうんじゃなかろうかっていうのをね、恐怖に苛まれて、もう夜私がもうご飯食べれない、眠れないっていうような、そんなこともあったんですよ。だけ聞いたらうわって思うじゃないですかね。私もその時はうわやったんですよ。でもその子が今どうなってるかっていうと、あれから5年6年ぐらい経ったのかな、今はバリバリで仕事のできるかっこいい社会人になってますでそれこそ毎日楽しいわー言うて、もうやりたいことしながらもう過ごすのは最高とか言いながら、でも私はあの鬱の時のあの思いがあったからこそ、みんながちっちゃいことでくよくよ悩んでるのも、いや今は悩んでるけど大丈夫やでって言える私になってんねんって言ってね、その時のあの苦しかったことも全部糧にしてるんですよね。はい、もうバリバリの仕事のできる社会人になっております。その子は永遠じゃないんですよその時の苦しみって。で考えたら子供たくさんいていろんなことあるけど、うん、でもその後に待ってるものってこういうハッピーなことだっていっぱいあるわけだからね。その時にジタバタしたところでね、もう一緒なんですよ。あもういつか変わっていくからどんと構えようみたいな、それがもう一番なんかなと思いますし、でそういうふうに思えるようになったのはやっぱり12人いたからなんかなというふうに私は思っていますね。さあここから日常生活に入っていきますけども、食費大変なんじゃないですかと。はい、大変です。あのね、卵はね大体ね1週間にね20パック以上かなぐらいなん、もう
何卵屋さんですか、もう鶏買いますみたいな、産んでもらいますぐらいの感じなんですけど、あ、卵は1週間20パック以上ですね。牛乳10パックで足りるかなぐらいかな。もうお肉なんか全部あのメガパック大容量のやつをドドドドドンって買って、でも冷凍庫で保存したいねんけど冷凍庫ちっちゃいから入らへんし、いやーみたいなことで、もう冷蔵庫もね限られてるから、その中で入る分だけっていうのを調整しながらちょこちょこ買い出し行ってっていう感じでやってますけどもね。まあやっぱ食費はかかります。その代わり一回作るカレーとか作ってもドカーンこんな大きいのに作りますからね。混ぜる時だってこうちゃいますからね、もうこうですからね、体使ってこうですからねまあ大量に作ってそれがもうスカーンなくなってくれるんで、もう給食のおばちゃんかみたいになってますけど、まあ、気持ちいいですよね。作りがいがあるっていうところもある。食材余らすことがないから、冷蔵庫の中で腐っちゃったなんてことありませんからね。一食でキャベツきれいに使えますしね、まあ、そういうなんかもう爽快やなみたいな部分はねあるかなというふうに思いますね。あと洗濯はですね、まあ、家庭用の一番大きい大容量でやってるんですけどね、まあ、1日5回ぐらいは回してるかな。あ、もう永遠に回ってますね、うちの洗濯機。昼も夜も昼夜問わず働き続けさせられてるから、まあ、よう故障しますわ。もうこれブラック企業ですね。もうあの労働基準法に違反してるんちゃうかなと思いますけども、ね、かわいそう洗濯機みたいな、こんな働かされると思わんかったわ、まあ何このブラック企業みたいな感じで、はい、まあもう洗濯ずっと回ってる状態ですけどもね。あとはですね、あの洗面所とかあのトイレとかと玄関が朝大渋滞を起こします。はあ、もう早してやみたいな、みんながねそこに来るからね。で、ね、沖縄ね田舎なんで、もうトイレもう早してやバン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 みたいな、もう家はもうその辺とそといてどっかでしてき、もうはい、あの何のぐそしてきほんまダメですけどもね、まあ、そんな状態になっていたりとか、はい、しますけども、まあでも楽しいね。なんかもうわー言うてますわ毎日。あとはね、みんなの家族の予定、これ把握するの大変なんですよ。保育園はいついつお弁当で、幼稚園はいついつなんかのイベントがあって普通の服持って行って、ほんでいついつ、中3が修学旅行で、ほんで中2はいついつに職場体験があって、ほいで、小学生のスイミングは火曜日と金曜日で、そろばんはいついつで、あ、ほんで私の仕事はこうで、旦那の予定はとかっていうで、社会人の予定、飲み会があるの、ああオッケーオッケーとか、もうなんか家族全員の予定をこう把握するのにですね、脳みそめちゃくちゃ使うんですよね。で、まあ年取ってきたらだんだん柔軟性失われていて脳みそ動かなくなってきますけど、そこをもうフル回転いつもしているっていうので、まあ、疲れるっちゃ疲れるんですけど、まあ、それをさせてもらってるおかげですね、天然の無意識の脳トレーニングができているわけですよ。これ私多分ボケへんねずっと若いまま、思考回路若いままやと。で、周りにその若い子たちがいっぱいいるから、今時の JK の言葉遣いであったりとか、 LINE の時でこんなあの草なんか笑う時にこのダブルダブルってする、これ草って言うねんでとかさ、そういうなんか今の40代がえそんなん知らんみたいなことを、私は若い感性を入れてくれる人たちがいっぱいいるのでね、流行にも乗っていけるしね、今こういう髪型が流行ってんねんで、これ韓国でこういう風に言うねんでとか、おそうなんやみたいな、なんか若い感性どんどん入れていってもらえるから、年取らんで済むなっていうところもありますね。で、メイク一つでも、ママこの眉毛の描き方こんなん昭和やで、今時もっと抜け感出していかなとか言って教えてくれる。アイラインもね、入れすぎやね、もっとスッて今もっとこうナチュラルにいかなとか、そんなんも教えてくれたりしますからね。なんかね若く入れますよねっていうようないいことがあったりとかもしますし、で、あとは子供たちラッキーなの、誕生日こんだけ人数いたらね、毎月誰か誕生日なんですよ。誕生日毎月あるかな、2月ぐらいかな、あと全部ちゃう1年中で。そうなった時にやっぱり一応ね、家族の誕生日会はやるんですよ。で、そんなんもう毎月だからパーティーの日が決まっててですね、で、その日は今月は何する、チラシ寿司するとか、じゃあ今回は何しようかな、ほんならもう鍋パーティーとか、なんかこうパーティーになって、で、毎月こうケーキ、ホールのケーキ、しかも人数多いからね、一人の誕生日だけでもね、ホールケーキ3つぐらいドンドンドンって並ぶんですよ。で、全てに誰々ちゃん一人の誕生日やのに3つもケーキあんのみたいなそんな状態になるんですけど、まあお金もかかりますけどね。でもその分毎月誕生日会をやるから、家族全員がこうリビングに集ってくるんですよ。だからこれなんか良くないですか、みんなでパーティーしてケーキ食べてが毎月あるってね。でもムカつくのがね、もうケーキが来た
は贅沢なみたいなそんなこともありますけども、はい、でもなんか家族みんながこう集えるっていうので毎月誕生日があるっていうのもええなと思いますね。ほんでね、これがラッキーなことにですね、まあね、年取ってきたらちょっと肩凝ったなとか、もう腰痛いわとか、足パンパンむくんでるわとかあるじゃないですか。もう頭使って頭のマッサージしてほしいなとかなった時に、ちょっとって言うじゃないですか。ほんならね、家のね、至る所からね、いろんな人たちがね、わら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 って湧き出してくるんですよ湧き出してくるんですよ。ほんで、右腕担当お願いします、左腕担当いいですか、はい、右足な、はい、左足な、はい、頭やって頭、じゃあママ寝ます、大の字になって寝るでしょ。ほんならね、右足担当、左足担当、はい、右腕、左腕、頭、首、肩担当、もうありとあらゆる人たちがね、各担当 部署を決められてですね、マッサージしてくれるんですよ。私もこうやって寝てるだけ、大の字になって、最高、至福ですねこういうマッサージ要員がもうママの一声でわらわらわらと出てくるというこういうラッキーなことも子だくさんはあるんですよあとね、うちまだちっちゃい子が1歳だったり3歳だったり5歳だったりするんですけども、まあ、あの仕事上ね、こう県外に出張とかもあるんですけど、これも大きいお兄ちゃんお姉ちゃんがいるから、ちょっと2泊3日で、あの来月大分県やねんけど OK、 ええよ行っといで、あのさ、今度の日曜日さ、マークとデート行きたいねんけど、ディナー行きたいねんけどさ、ちょっと子供ら頼んでもいい、ああええよ行っといでや、もう全部あの任せられるんですよね、ええよ言ってやってくれるんですよ。1歳3歳5歳こんなちっちゃい子抱えてですよ、ね、普通やったら外出られへん、もう子育ていっぱいいっぱいでってなってるところを、結構自由気ままに私あの羽ばたかせていただいてて、これってもう大家族ゆえのメリットやな、ほんまにありがたいなと、全部任せてもいいで、あいいよいっといでってできる子供に育てたの私やからどうや、ね、まあ、そんなんもすごいいいなって思いますね。あとはね、やっぱこう生きてる中でね、私もやっぱ落ち込むことがあるわけですよ。ちょっと話聞いてもらいたいな、これぶちまけたいな、誰か聞いてくれへんかなってなった時に、自分のその気持ちで今はただただ慰めて共感してもらいたいなって思う時は、それができる子供に話すんですよ。これはちゃんとそのもう的確な意見が欲しいなっていう時は、そういう子供に話すんですよ。そうやって自分の心をこうなんか癒してくれる人たちがいっぱい、だから専属カウンセリング、カウンセラーさんがいっぱいいるんですよ。いっぱいいるカウンセラーさんの中から、私は自分でじゃあ今回はこの人っていう選択ができるっていう、セレブですねこれねどんだけあのラッキーやねんっていうね、そういうことができて、でたまにはこうもう相談とか聞いてもらうのもいらん、癒されたいっていう時は一番ちっちゃい子のとこ行って、それでこう遊んで癒されるみたいな、そういう人も家の中にいたりとか、これもええなと、もうなんせ賑やかで退屈しませんね。今ね、あの中学3年生が修学旅行でいないんですよ。だからこんだけ人数いるのにね、一人いないだけでもね、なんか寂しいですよね。なんか家広いなみたいな、あやっぱりこのなんかこんだけ人数いても、この家族の一人一人っていうのがやっぱちょっと重要な、そのな居場所っていうのがやっぱあったりするんかな、なんか家なんか寂しいよな、一人いい日だけやねんけどなみたいなね、なんかそんな感じがあったりとかしますね。子だくさんになってくると、こうママがやっぱ一人一人にね関わってあげる時間とか労力がやっぱなくなってきて、それが子供たちにとって、ごめんなさい子供たちって、すごい悩んでいらっしゃるママさんたちいっぱいいると思うんですね。で私はもう一人でもいっぱいいっぱいで、不器用だし要領悪いから、もうなんかたくさんの子供なんか無理ですって言ってる人もいっぱいいるんですけどね、私は不器用だからこそ子供2人3人いてもいいんちゃうかなと思ってるんですよ。1人にこうなったら子供もそれ重いんですよ。もうママの気持ちがこう来てる時って、もうちょっともう暑すぎてみたいになるんでね、いい感じに物理的にもうあっちもこっちも見切られへん、わーみたいになってる状態で中途半端になった方が子供も力抜けるし、でママも力抜けるんですよ。いい意味でこう子供と距離ができるんですね。これがお互いにとってすごくいい親子関係を築く一つのポイントになってくるんじゃないかなというふうに思ってるんですよね。で中途半端にもうあっちもこっちももう無理やーっていう状態を作っておく方が、意外と子供との関係性良くなるよというのも12人に育ててきてすごく感じています。不器用やしな、無理やしなって思ってる人こそ
2人目3人目チャレンジしてみてもいいんじゃないかなっていうふうに思います。もちろん一人っ子さんは一人っ子さんでね、これはこれでいいと思いますよ。何人産めばすごいとか、何人やから偉いとかあかんとかっていうことはないのでね、それぞれの自分の決めたその家族の数っていうので、そこの中で人と比べてどうのこうのじゃなくって、そこにいかにこう幸せを見出していくかっていうのはあなたの心が決めていくことだと思いますのでね、はい、あんまりこう周りに影響されず、でも子沢さんちょっと目指してみようかなって思う人はほんまに私楽しいですからね、まあ、お金かかりますけどもね、頑張って働いてますけども、まあそこまで裕福じゃなくても、あの女も年に1回旅行に行けなくてもですよ、まあお米が買えて、まあ、電気止められへんくて、はい、水道動いてるよっていう状態であれば、まあそれはそれでね、家族いっぱいいるっていうことの幸せっていうところに基準を置くのも一つの生き方やと思いますのでね、あのぜひあの目指してみようかなっていう人は子沢さん目指してみてもらったらいいんかなというふうに思います。まあ苦労はいろいろあるけど、なぜ、まあ、その苦しみ渦中はいつまでも続きません。状況変化していきます。で、母親にとってラッキーなこと子沢さんもいっぱいありますのでね、はい、悪いことばっかりじゃないですよ。12人も産んで気持ち悪いわ、異常ちゃう、頭おかしいんちゃう、いいですよ、頭おかしいですよ私、はい、私おかしいと言われても私自身が楽しくこれで良かったと思ってね、今過ごしているのでね、はい、もうそれが全てやと思っています。12人産んで良かったなっていうふうに思っています。はい、12人産んだ助産師さこの子育てチャンネル、また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。